テーマブーフ、名前はカルビ、好きな焼肉の部位はタン、ブーフカルビタンです。皆さんどうも、おつカルビ。私カルビタンはバンギャ、いえシドギャでございます。イエーイ。と今まで動画で言ったことなかったんですけど、私はシドギャです。シドというビジュアル系バンドのファン、シドギャルのことをシドギャって言います。今日はじゃん、シド初のエッセイ本が発売されたので、こちらを紹介していきたいと思います。なぜ私が突然紹介するに至ったかというと、実はシドのボーカルマオニャンが直接私に動画で紹介していいよって言ってくれたので、これはもう動画にするしかないと思って動画にしました。48グループとか坂道グループか、 K-POP アイドルとか LDHK とか、そういう方のファンのグッズ紹介だったり、ライブの感想とか CD の開封動画とかはよく見るんですけど、ビジュアル業界でそういうことはしてる人、私が知ってる限りあんまりいなくて、なんかどちらかというと業界というか界隈の中でなんかタブーじゃないけど、タブーというか、しないよねみたいな、私たちはしないよね的な、なんかあるかなってちょっと思ってて言ってなかったんですけど、これはもう本人から紹介していいよっていう風に言っていただいてるので、もう私はどんなに批判が来ようと、低評価がつこうと、アンチがつこうと、もういいんです。本人がいいよって言ってくれたので、私は今から紹介したいと思います。ではまず、本人からどうしてそういう言葉をいただけたのかっていうのをちょっと紹介していきたいと思います。シドのボーカルのマオさん、マオニャンよすみません、敬意を込めていつも通りの呼び方で呼ばせていただきます。シドのボーカルのマオニャンがマオフロムシドという名前で活動しているんですけれども、そのツアーが7月にあって、それに参加しました。で、じゃじゃん、そのツアーが箸休めナイトっていうんですけど、その箸休めナイトに VIP チケットで参戦しました。じゃじゃん、なんとサイン入りの VIP パスがもらえるっていうのと、リハーサル見学と、あと最後に握手ができるっていう特典がついてるんです。で、あとは席が前の方で優先されてるっていう特典があります。で、私は8月17日の恵比寿ガーデンホールのツアー一発目のやつに行ったんですけど、席が前から2列目の真ん中の1個隣で、真ん中じゃないんだけど、もうこのカメラと私のこの距離みたいな感じで、もうすごい近くてすごかったです。普通に目合うし、合わせてくれるし、あっ。で、その後握手ができて、握手の時にお話をさせていただきました。まずもうずっとずっとずっと前から応援してますっていうのをどうしても伝えたくて、携帯にすぐ終わった後メモったんですけど、どうぞって言って入ったら、なんかおーみたいな感じで待っててくれて、でわーってなって、うわーって言っちゃって、で、12年前から大好きですっていうのをまず伝えました。そしたら、そんなにありがとうって感じに言ってくれて、一番言いたかったことを言えたことで、すごいなんかもう真っ白になっちゃって、あみたいな感じになっちゃって、そしたらマオニャンもありがとうありがとうみたいな感じで、すごいもうすっごい素敵な笑顔でありがとうありがとうって言ってくれて、でそこで我に返って、あっと思って、その後に最近 YouTube 始めたんですけど、エッセイ紹介していいですかって聞いたんです。よくこれ出てきたなって思いました。で、そしたらマオニャンがすごい、おもちろんぜひぜひってすっごい笑顔で言ってくれて、で、うわやったと思って、ありがとうございます、いつか一緒にお仕事できるように頑張りますって言って、いつかそんな日が来たら素敵だなって思って、そんなの考えてなかったけど、なんかポロって出ちゃって、手をキュッて握って、ねえほんと YouTube 頑張ってありがとうってこうなんか剥がされながら、こうって言ってくれて、 YouTube 頑張ってありがとうって言ってもらえたんです。幸せ、幸せすぎる。で、終わりましたっていう経緯があって、私は今日このエッセイ本を紹介しているんです。すごい優しいし、すごい笑顔し、もう何人とも握手して絶対疲れてるはずなのに、
そんなの全然見せなくてすごい笑顔で対応してくださって、もう ありがとうございます。本当に本当に素敵だ。ということで今からちょっとこのエッセイ本について私なりに紹介したいと思います。まずこのタイトルですね、インディーズ時代のシングルのタイトルです。これは発表された時にもうグッときて、この涙の温度っていう曲を辛い時に夜泣きながら聞いたことが何回もあって、この曲にすごい助けられたので、もう本当にもうそれだけで嬉しくて感動しました。でもタイトルだけで感動させてくれる本です。裏にはあの日あの時溢れた涙を僕らはずっと忘れない、15年の奇跡と未来へ続く物語っていう風に書いてあります。結成から15周年を迎えるまでの出来事がメンバー4人それぞれの観点から書かれてるんです。で、私まずこれを読むのにすごい時間がかかってしまって、それがなぜかというと本当に結構赤裸々に書いてあって、知りたい気持ちとなんか知りたくないっていう、なんだろう、知りたくないじゃないんだよな、なんかよくわかんないもどかしさがあって、なんか読み進めるのにすごいすごい時間がかかってしまって、マオニャンとお話をしてから動画にするまでずいぶん時間が経ってしまいました。で、これ内容をお話しするわけにはいかないので、私の感想だけ内容がバレない程度にお話しします。まず一番の感想は、シドギャでよかったって心の底から思えたっていうことです。そしてこれからも変わらずついていこうって思わせてくれる本でした。私はシドがインディーズの時から応援してるんですけど、あの時本当はこうだったんだとか、あだからああだったんだとか、うんうんそうだよねそうだったよねみたいなことがいっぱい書いてあって、自分のシドと一緒に歩んできた思い出もすごい呼び起こしてくれるものでした。なんか今までちょっと謎だった部分とかの答え合わせができたような気分でした。4つの章に分かれてて、メンバー1人ずつに分かれてるんですけど、メンバーそれぞれから見た一人一人のメンバーの良さとか印象とか性格とかがすごい細かく書かれてて、とても面白かったです。ファンから見るメンバーとメンバーから見るメンバーって全然違うんだなって思いました。ただの仲良しメンバー4人組っていうわけでもなく、音楽をやるためだけに集まったわけでもなく、なんというか不思議な巡り合わせ、本当に運命として出会った4人なんだなっていう風に感じました。で、あと私が思ったのが、選曲会発売するにあたってのメンバーそれぞれが作ったどの曲を選ぶかっていう会があるみたいなんですけど、その会があるっていうのは結構昔から知ってたんですけど、その会自体がすっごくシビアなものっていうのを知りました。私的にはこう大体曲、新しい新曲が出た時に誰の作った曲だろうっていう風に確認して、で、あー今回誰誰なんだっていう風に見てて、あんまり深く正直考えたことがなかったんですけど、この本を読んでからまた違った裏側のそういう曲ができるまでの背景とかを想像しながらこれから曲を聴くことができるなって感じたので、また新しい曲の楽しみ方ができたなって思います。で、裏側の様子とかメンバーの苦悩とかを知ることで、また違った側面から曲を聴いたり応援したりすることができるようにこれからなるなと思って、すごく嬉しくなりました。本当に一曲一曲が全員が命を懸けて精神を削りながら作っているんだなっていうのを感じて、私はまたこの本を読んだ後にアルバム一枚一枚をちょっと見返してジーンってなりました。第1章はゆうやなんですけど、ゆうやのはちょっとどっちかというとまあゆうやだなっていう感じのなんか笑える部分が多い章でした。第2章はシーン様で、あこんなに努力あってのシーン様なんだっていうのを知れました。で、マオニャンは公表してる通り病気のことだったり今まで辛かったこととかが中心に書かれてたんですけど、本当に努力の人なんだなっていうのを感じました。で、第4章が秋様で、秋様も結構その選曲会の苦悩とか自分の性格とかをすごい細かく書いてて、最近トーク上手くなってる気がするけど、あんまり
喋らない方なので、あ、こういうことを考えてるんだとか、こういう性格なんだっていうのを知りました。すごく良かったです。でこの本はもうファンはもう必読、もう絶対読んでた方がいいと思うけど、この本を読んでからライブに行ってみるとか曲を聴いてみるっていう方法もあるんじゃないかなって思って、この本からシドに入るっていう方もこれから出てくるんじゃないかなっていうぐらい、すごい興味が出てくる内容でした。この本を読んだら彼らのライブに行かずにはいられないと思います。本当にファンだからそう思うとかじゃなくて本当にそうですよ。なので今まで知らなかったとか名前だけは知ってるとかいう方はぜひ読んでみてください。本当に私にとってとっても大切な一冊になりました。ありがとうございます。ということで、ざっくりでしたが、ちょっとこちらのシド初のエッセイ、涙の温度を紹介させていただきました。いかがだったでしょうか。あれ、カルビタン番組だったんだ、シド聞いたことなかった、私も好きだよっていう方いましたら、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。それではまたね。今日も動画見ていただきありがとうございます。